かっていうと、今流行っているお家でタピオカを作ろうってやつをやりたいと思います、まあ、しなこちゃんがね考えた素晴らしいことなんですけれども、暑い今日ね、すごい真夏並みに暑くて半袖です。で、早速作っていくわけなんですけれども、しなこちゃんのね、YouTube を見て研究したんですけど、ポイフルをね、購入しました。3つもいるのかよくわからないけど、開けていきます。私のこと好きみたい、この人。はい、開けました。そしたら、私はボウルにね、お湯を入れたので、この中にポイフルをね、入れていきたいと思います。入れますね。水が飛び散るから、ちょっと少ないので、もう一箱入れます。やっぱり私のこと好きみたい。あー、入りました。見て、かわいいじゃん。スプーンで混ぜていきます。そう、しなこちゃんが言ってたんだけど、このポイフルにコーティングされているのね、多分たくさんお砂糖が。お砂糖を取ることによって、プルンってね、するらしいので、めっちゃいい匂い。そりゃそうだよね。すごいすごい、濁ってきた。わーいわーい。カラスが飛んでいる。カラスが飛んでいる。お空に飛んでいる、お空に飛んでいる。タピオカになれ、タピオカになれ。ドゥン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 。今日は暑いな、今日は暑いな。北海道も負けへんで、北海道も負けへんで。わーいわーい。わあ、ガラス石みたい。結構ね、いっぱい混ぜないとなかなかね、取れないの、お砂糖さんが。だからいっぱい混ぜましょう。ぐる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 コサミン、世田谷育ちのぐるコサミン。わーお、きれい。本当にインスタ映えしそうだね。今回は2箱だけでいいや。3つ目は普通に食べることにします。レモン。あの日の悲しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に。すごい、米津さんが今降りてきた。ラズベリー、美味しい。ということで、混ぜ混ぜタイム開始しますね。回れ回れメリーゴーランド、タピオカジュースを作るよ。もういいかな、疲れてきた。まだ？あ、でもすごい透明感出てるから、多分もういいと思う。はい。では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 、もういいということにしますね。ちょっとこの汁を飲んでみよう。でもなんか癖になるかも。はい、混ぜ終わりました。そしたらザルに開けていきましょうね。なんかサイズが合ってなさすぎるんだけど、まあいいや。よー、こぼれそう。え、めっちゃタピオカじゃん。すごいね。すごい、タピオカだ。じゃーん、きれい。はい、蜜やサイダー。春の装いになっております、蜜やサイダーさんも。タピオカドリンクといえば、なんかおしゃれな入れ物に入っていると思うんですけれども、おしゃれな入れ物がなかったのですみませんが、キングダムハーツのに入れていきたいと思います。こんな感じで入りました。とっても綺麗。では蜜やサイダーを注いでいきます。 ASMR の時間でございます。はい、ということで、タピオカドリンクの完成です。はい、ということで早速飲んでいきたいんだけど、私ね、ストローでタピオカ飲むのが、なんかいつタピオカが口に入るかわからない感じがすごい怖いので、申し訳ございません。普通にスプーンで食べます。乾杯。タピオカだ。誰かの誕生日とか、普通のジュースじゃなくって映えるし、これは友達と一緒に作ってみたりとかしても楽しいかもしれない。すっごい綺麗だよ。はい、
ということで今回はタピオカドリンクをお家で作ってみました。今回はしなこちゃんがねサイダーを使っていたので私も真似して入れたんだけど、炭酸じゃなくてもいいのかなと思いました。なのでみんなが好きなジュースを使って作ってみてはいかがでしょうか。ということでこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとかいろいろよろしくね。ピッ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 。では次回の動画でお会いしましょう。